はい、どうもメチャネです。本日私はですね、こちらインターコンチネンタル大阪さんの方にね、やってきておりまして、これからですね、オフ会で車で移動してですね、まあ、大阪市内をね、ちょっと回っていきたいなというふうに思います。で、本日のね、車につきましては、まあ、こんな感じのね、車でございます。これでね、メンバーと移動していきたいなと思います。まず1軒目ですね、これから、リーガロイヤルホテル大阪さんの方に行って、アフタヌーンティーね、食べていきたいなと思います。じゃあ、向かっていきます。はい、ということでね、リーガロイヤルホテル大阪さんの方に、到着いたしました。結構ね、いい感じですね。はい、かなりね、贅沢ですね。それメインのね、ロビーなんかもすごく、いい感じです。はい、本日ね、こちらでアフタヌーンティーを、ね、いただく形です。リボーネというお店ですね。はい、こんな感じでね、かなり広々としたお席をね、ご案内いただきましたけど、これなんかね、中庭みたいなのがね、めちゃめちゃまたね、おしゃれでいいですね。はい、とりあえずね、今席の方にご案内いただきましてですね、ビュッフェ形式だと思いますね、知らなかったですね。これはね、嬉しい誤算だなと思います。で、今ね、今日アップする動画のね、ちょっと編集だけね、残ってて、あとアップロードするだけなので、ちょっとね、PC を持ってきてる状態です。だ、とりあえずね、料理取っていきたいと思います。こちらいちごの、ね、クレームシュゼットと、クレームブリュレを、ね、作っていただいております。油淋鶏とか、クリーミーソースとか、チキンとかね、こういった揚げ物とかですね、ピザなども、置いてあるという感じです。はい、こんな感じでね、持ってきました。ビュッフェだとね、思ってなかったので、もう本当にね、最高でしたね。はい、こんなね、鉄板焼きもあってね、焼いていただけるお肉もありました。そしてね、今日はイチゴがメインなので、こんな感じでスイーツをね、たまり持ってきました。いただいていきます。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。もうね、何から手をつけようって感じ、まあ、ほぼね、全種類近く持ってきた感じです。いただきます。うん、グラタンにピラフ、うん、あ、美味しい。最後ね、あのリーガロイヤルのカレーライスってのがあったので、あれをね、最後飲んで締めくくりたいなと思いますね。そしてステーキもあるんで、すごくないですか、めっちゃ分厚いの、ほら、めっちゃ分厚いの。いただきます。うん、柔らか、柚子が効いてて美味しい、さっぱりしますね。これいくらでも食べれる感じします。そしてね、カキフライとか、油淋鶏とかね、もう本当に大好きなものばっかで、たまんないやつね、ピザとかもあります。ということでね、今度はスイーツいただいていきたいなと思います。ちょっとね、フォークとか持ってもらったんで、新しい箸で、ね、いただいていきたいと思います。まあね、いちごはね、とりあえず6本持ってきました。規約上6個らしいんで、まあでもね、最終的にはやっぱショートケーキが美味しいと思います。もう、あー、うまいわ、最高ですよ、このビュッフェ。うん、皆さんもぜひね、機会があればこのリーガロイヤルホテルの、まあ、その他今いちごね、ビュッフェだったりとかアフタヌーンティーいろいろやってると思うんですけど、まあ、このリーガロイヤルホテルさんにつきましてはね、もう売却も決まっておってですね、ホテル名も変わってしまうということもあったんで、まあ、今回ね、来れてよかったなというふうに思います。まあ、こんなね、機会を設けていただいてね、お会いよかったかなと思います。ということで、次ね、行きたいと思います。はい、お誕生日です。ありがとうございます。なんか、いただけるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。これでようやくお酒が飲める年になります。こんな感じでいいですか。はい、こちらね、コナンの銅像です。そしてね、左手の方はね、大阪城ホールという状況ですね。めちゃめちゃ天気いい。はい、で、本日はね、後ほどあそこのね、大阪城港でですね、あのね、ボートみたいのに乗っていくという感じですね。はい、そしてね、ホテルニューオータニ大阪です。まあ、こういうね、立地ですね。本当にね、今日はめちゃめちゃ暖かくてですね、今革ジャン着てますけど、めっちゃ暑いですね。
はい、ちょっとね大阪城周辺をこれからね散策していきたいと思います。はい、めちゃめちゃね人がもうめっちゃいますね。はい、屋台なんかもねありますね。今日はねマイヘアイズバッドのライブがあるみたいですね。はい、こちらね落ち葉でですね文字がね書かれてるんですけど、ちょっとこの高さでもね正直分かりづらい。大阪とかね、こちらの方にはニコニコマークみたいなのがね書いてあったりしますね。はい、ということですね、こちらね大阪城やってきました。いや雰囲気とかねめちゃめちゃいいですし、今日はね非常にあったかいのでかなりね入る感じでございます。はい、ということでねこれから、水上バス乗り場の方にね向かっていきたいと思います。はい、水上バスねめちゃめちゃおしゃれな感じですね。こんな感じでですね、ちょっとねインフィニティ的な感じでいいですか。スタッフの方もめっちゃね手振ってくれてます。じゃあね行っていきたいと思います。まあ、こんな感じでですね水上バスに出発しまして、ちょっとね会議楽しんでいきたいと思います。結構ねいい感じで上もね開いてて、まあ、こんな感じでねいただくことができます。はい、座席はねこんな感じでですね102名ね乗っていただくことができるという座席になってますね。はい、ということでね場所変わりまして、今ね長井の方に移動してきました。今日はねこれからチームラボの方にね行く予定ですんで、長井の植物園の方にね向かっていきたいと思います。やっぱりね日が沈むとねだいぶ涼しくなりますね。はい、少年たちはねめちゃめちゃ楽しそうにサッカーやってますね。いやーミスターチルドレンさんのね、去年のライブぶりかな。はい、なんかもう懐かしい感じしますね。はい、こちら桜でしょうかね、芽吹いてますね。もうね春の訪れっていう感じですね。こんな感じでねチームラボさん出てまして、植物園の方がね残り徒歩4分ぐらいという感じですね。はい、今ねこちら長井公園のマップを見てます。こちらのね右手の方ですね、こちらがね長井植物園となってまして、まあ、ヤンマースタジアムとかねヤンマーフィールド長井とかと比してですねだいぶ広いですね。結構ね巻きで回らないといけない感じなんですけど、頑張ってね向かっていきたいなと思います。はい、こちらね長井植物園でございます。まあ、18時からね入場開始という感じですね。まあ、当日券なんかもね、売っているみたいでございます。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。チームラボボタニカルガーデンは太陽が沈むと始まるオープンエアナイトミュージアムです。草花が季節とともに移り変わっていく長井植物園が夜はそのままチームラボによるアート空間になります。作品はここにいる人々の行動によってインタラクティブに変化します。いくつかの作品は人が触れることや近づくことで光の色や音が変化し周囲に連続していきます。失礼いたします。それでは前の方から順番にお進みください。はい、ということでね進むことができました。これからねちょっと中の方入って見ていきたいなと思います。結構ね人の動きに合わせてライトがねやっぱりインタラクティブな感じですね。はい、人の動きにね寄り添う感じで音とか光とかがね動いていきますね。はい、あそこら辺もねめちゃめちゃ綺麗な感じですね。じゃあねこっちの方に進んでいって、かなりねライトアップされているところがありますので、そちらの方にね進んでいきたいと思います。はい、まあ、こういった感じでねなんかめちゃめちゃ綺麗な感じですね。あそことかもね行けるんでしょうね。
そしてね、右手の方はね、結構ブルーにね、ライトアップされたエリアもございます。いやー、めちゃめちゃね、綺麗な感じですね。はい、あちらもね、だいぶ色がね、変わってきて、ほら、赤から黄色に、そしてまた青にね、戻るとか、そんな感じなんでしょうね。で、先ほどね、スタッフの方にお勧めいただいた大きなね、卵があるエリアの方にね、向かっていきたいと思います。はい、こちらね、触ると、お、ゆらゆらすると変わりますね。めちゃめちゃ綺麗な感じです。はい。なので、まあ、このようにね、今黄色ですけど、これをね、押したりすると、このようにオレンジになったりとかね、まあ、優しくね、触っていただくと、いい感じじゃないですか。はい、ということでね、今レンタカーの方の返却が終わりましてですね、まあ、これからね、打ち上げの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。いや、結構ね、楽しかったですね。今もう19時半という感じですね。はい、ということで、これからね、打ち上げの方に向かっていきたいと思います。はい、とりあえずね、お寿司屋さんにやってきました。緑茶入っていただいていきたいと思います。皆さんとね、乾杯して飲んでいきたいと思います。乾杯。乾杯。はい、ということで、いただいていきたいと思います。あー、緑茶入ります。最高です。はい、ということで、もう早速ね、握りが来ました。結構ね、早い感じでね、焼きますね。やっぱりね、お寿司いいですよ。いただいていきます。はい、ということで、ね、お寿司いただいていきたいと思います。まずね、ホタテ、うん、うまっ。最高ですね。そしてね、赤貝いただきます。はい、今ね、また4名とね、あの合流しました。合計で今8名でね、2軒目という感じで、ちょっとね、楽しんでいって、ホテルの方にね、向かっていきたいと思います。はい、ということですね。今しがた無事にね、解散しまして、23時ということでございますけれども、今日もね、めちゃめちゃさんの方楽しかったです。では次回はね、3月11日の、北海道のオフ会という感じでございます。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。これからね、チェックインさせていただこうかなと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったよとか、ぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。あと概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、 URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。いやー、暑かったな。ということでね、また北海道府会、まだね、若干名募集中ですので、ご参加できる方お声掛けいただければなというふうに思います。私の動画の方ではね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただければと思います。ということで、また次回、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Try to say goodbye.